大阪市内で平成22から24年、小学生の女児4人を含む9人に性的暴行を繰り返したなどとして、強姦致傷や強盗強姦など18件の罪に問われた無職、沖刑事被告、44歳に対する裁判員裁判の判決公判が26日、大阪地裁で開かれた、斉藤正人裁判長は、被害者に与えた精神的、 肉体的苦痛は甚大で、極めて卑劣で悪質な犯行、として休憩通り無期懲役を言い渡した。斉藤裁判長は判決理由で、沖被告の最初の犯行が、女性に暴行するなどした前科の服役を終えてから約3週間後に起きていると指摘、前科3判があるにもかかわらず性犯罪を繰り返したことは強い非難に値し、再犯の懸念もある、とした。 判決によると、沖被告は24年2月、大阪市内で当時10歳の女児にナイフを突きつけて拉致した上、ホテルに監禁して性的暴行を加えるなどした。